ナイジェリアの人口ピラミッドエイジヒーピングとは年齢統計において0または5で終わる年齢の値が突出して多くなる現象のこと。この現象は自分の年齢を正確に知らない人が自分の年齢を回答する場合に自分の年齢に近いと思われる霧の良い数字で回答することが原因となる。その国の発展の度合いと統計の質の間には 相関関係があると言われており、発展途上国に多く見られる傾向である。こうした5年、内市10年号期の偏りの傾向を検出する指標としてウィップル指数があり、国際連合は年齢分布に関する統計の正確性を判断する際にウィップル指数の使用を推奨している。このほか、任意の下けたに着目したマイヤーズインデックスなどいくつかの指標がある。 総務省統計研修所の西文彦は、発展途上国であっても十二市が、社会的習慣として浸透している国では、この現象は見られないとしている。1990年に行われた中華、人民共和国の国勢調査において、漢民族は38歳、50歳、62歳、74歳の12年周期で、統計上の人口の偏りが現れた。これは、 達年と関連している。また、中力系イスラム教徒の集団では、35、40、45、50、55、60歳でヒーピングが見られ、また年齢が高くなるにつれて増大していた。中国歴を用いる漢民族の間で見られる12年周期のヒーピングは、12市の中で好ましい年を選択することに由来する。ただしこのヒーピングが、 統計の不正確性をどの程度示すものか決定することはできない。漢民族の間でヒーピングは顕著なものではなく、年齢の誇張とも関連しているようには見られないが、非識字人口の間では、系統的かつ多く見られる。一方で、中国歴を使用していない、トゥルク系イスラム教徒の集団においては、下一桁が例及び後の年齢で顕著なヒーピングがある。 これは非識字集団においてはずっと高く年齢誇張と相関しているとみられる。インドネシアの国勢調査におけるマイヤーズインデックスは1980年に37.7、1990年に18.5、2000年に16.8、2010年に6.3と急速な低下を示し、エイジヒーピングの縮小を示している。エイジヒーピングの縮小について、 西文彦はインドネシアの経済発展との交を示唆し、また2010年に行われた調査方法の工夫も挙げている。2010年の日本の国勢調査におけるマイヤーズインデックスは2.0であり、日本の国勢調査で回答された年齢がかなり正確であることを示している。極めて低い数値と言えるが、日の絵馬の44歳と、 第二次世界大戦の影響を受けた64歳の人口が少なくなったことが、偏りとして検出されており、数値を押し上げている。ありがとうございます。